警察によりますと、昨日午後10時20分ごろ、糸満市摩文仁のプレハブ小屋で寝ていた60代の男性から、人が入ってきてお金を要求されたと通報がありました。男性は事件当時、倉庫として利用しているプレハブ小屋で寝ていたところ、突然押し入ってきた男にナイフのようなもので脅されたということです。男性が椅子を投げるなどして抵抗したため、男は塀を乗り越え逃走し、男性にけがはありませんでした。片言で何かお金と言ったってたら、この辺の地域はさ、みんな年寄りが多いから、困るわけさ、この刃物持って逃げてっていうのは。また、男が逃げた方向に住む女性は、事件直後に不審なことがあったと話します。こっちコンコンしよったよ、パトカーが来る前に。警察が逃げた男の行方を追っています。